どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。すいません。今日は時間の関係上、最後のトピックスコーナーっていうのをお休みさせてください。ですので、その分チャートとオプション手口のところで少しだけ長めに時間を取っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、2月22日日経2 25オプション考察始めていきましょう。 はい。本日のメニューですけれども、チャートはいつものようにボリンジャーバンドを見ています。そして、オプション手口を見て、先物手口を見て、まあ今日のトピックスはお休みという形で進めさせていただきます。はい。こちらのチャンネルでは、毎日チャートとオプション手口をもとに相場考察をしていくこの動画と、それから週末更新を中心に、オプションの基礎、まあ順番に学んでいくような講座形式の動画、この2つのシリーズで更新していきます。ですので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 はい。それでは2月の19日の相場外況からですえ。実は昨日の動画のサムネタイトルで日経平均3万割あるかというようなちょっと刺激的なタイトルをつけてみたんですが、なんと蓋を開けてみたら今日のよりからもう3万円を割れてたというところで、まあちょっとさすがに私もびっくりしたんですけれども、で、その後急に戻して10時過ぎですかね、高値で3万169円まで上がっていたので、まあまた騙しかと思いきや13時に向けて今度はズルズル下げて、まあ 結局終わり値はなんとか3万円を支出という形で3万飛んで飛んで17円前日比で218円安マイナス0.72%でしたでトピックスの方も同じぐらい下げて1928.95マイナス12.96のマイナス0.67%で終わっていますそれからマザーズも今日は同じぐらいですね1265.43マイナス7.24マイナス0.57%というところでまあマザーズは連日2%近く下げてたわけですから 今日はなんとか下げが鈍化したと言ってもまだ0.57%の下げですからまだまだちょっとマザーズには厳しい試合になっているという感じでしょうかえ次に売買代金ですけれども今日は当初一部2兆4668億円というところで、まあ、2兆5000億を割ってくるというところで、まあ、少し出来高も落ち着いてきたという感じですかね、まあ、今日週末っていう要因があったのかもしれませんでマザーズの売買代金は今日は昨日より200億円ほど下げて2366億円という風になっていま 次にビックスと VI ですけれども、ビックスの方は22.56。これは昨日とほとんど変わってません。それから日経平均 VI の方は、まあ今日218円安ということですから、1.19上昇して24.42と、またちょっと25というところに近づいてきているので、まあ少し危機感を持って、まあプット買いが少し進んだという形でしょうかね。 はい。それではここからは、冷やしのチャートの方を見ていきたいと思います。今日はここですけれども、まず、一番注目点としては、この黄色い5日移動平均線をとうとう割ってしまったと。もうここですね、2月に入ってずっと 5MA の上で推移できていたんですけれど、とうとう今日、5MA を割ってきたというところで、まあ、まず一つ、ここは大きな、まあ、相場の転換点と言えるような、まあ、 イベントになってしまったかなという気がしますね。この 5MA をずっと維持できていたものができなくなってきたというところで、まあ、ちょっと厳しくなってきたなと見るべきだと思います。ただまだ 5MA はこれまだ上昇なんですよね。で、1、2、3、4で、 5ですから週明けの月曜日ってのはこの足が取れてくるというところでまあ株価水準この辺にいるわけですから月曜日まあだいたい今日の終わり値付近で動くのであればまだまだほんの少し上昇してくるただし祝日明けの水曜日は今度はこの足が取れてくるっていうの動きになるので ま、当然、5MA っていうのは下落に向かってくるという形になります。ですから、それまでにまた 5MA の上を、ま、週明け超えていけるかどうかっていうのは一つ大きなポイントになると思います。ただ、まだ見ていただいてわかるように、この平行チャンネルのまだ上で粘ってるというところですから、ま、一旦 5MA 割れてちょっと上昇が止まってレンジに移ってるんですけれど、まだこれをもって下落に移るというような形には見えないというところですね。それからパラボリックまでまだ距離があるので、当分まだパラボリックは要点の ままだとというところで、あともう一つ、モメンタムですけれども、これ昨日の動画でちょっとここ上げた時に、このモメンタムが昨日上げたのは、この上髭で3万560円ですね、ぐらいまでこうちょっと上げてしまったことによって、モメンタムは キュッと上がってたんですけれどまあ、こういう上髭因線の時にモメンタムが上昇した時にはまあ、ちょっと騙しにもなりやすいのでまあ、その辺ちょっと注意かなという話をしてたんですけれどまあ、やはりそのような形になってしまったというところでまあ、このシグナルのところで叩かれてきっちり下がってきたというところなのでモメンタムで見ればまあ、少し弱くなってきてるってことはもう確かまだゼロラインまで少し距離はあるんですけれど引き続き週明けの月曜日まあ、少し下落したりまあ、同じような位置で横で動いたとしてもモメンタムってのは少しずつ 下がってきますからまあ、そうなってくるとやはり上値が重いそしてこの平行チャンネルの今度は下限エリアに少しずつ近づいてくるというような動きになるのでまあ、やはり週明け月曜日ですねこの黄色い 5MA の上に行けるかどうかっていうのが一つ大きなポイントになるんじゃないかなというふうに思います はい。次にボリンジャーバンドですけれど、今日は冷やしなんですけれども、この11月の上昇から少し長めにチャートの方を表示させています。で、まずこの緑の矢印と丸のところっていうところ、これまあ何を言いたいかというとですね、11月から1回目、このまあ、ワクチンで湧いたこの大きな上昇ですね、バンドウォークをした。で、そのバンドウォークが終わって、プラスにシグマを割って、 で、まあ、万豆腐が終わったと。で、そこから少し下げて、下げ止まったのはどこかっていうと、プラス1シグマの、まあ、ほぼ同じ位置ですね。まあ、ちょっと上ですけど、まあ、たいプラス1シグマで下げ止まったと。で、その後、ちょっと上昇するんですけど、結局、レンジになって、この12月ずっと、 と、三週間、長いレンジが続いていたと思います。けれど、この時の動きってのは、プラス一シグマで、バンドオフが終わった後、戻したんだけど、レンジという動き。で、結局は競り上がってくる。二十五 ma ゼロラインにタッチして、で、少し揉んだ後に、またドーンと上昇して、非常にもうここバンドが。 縮まってましたから、まあ、一気にプラス3シグマまでタッチをして、バンドオーク開始。ここがちょうど12月末の大農会の前日ですよね。このドーンと700円、800円上げたところ。で、ここでバンドオーク開始したかなと思いきや、大農会では陰線で少し下げて、で、大発会も下げて、で、 1>, 1月の4、5、6と、まあ、3日下げたこの位置ですけど、結局この時もプラス1シグマのところで下げ止まって、で結局1月上旬から中旬にかけてのバンドウォークへとまた上昇していったというところで、ここもプラス1シグマで一旦下げ止まってそしてこのバンドウォークがずっと終わって、プラス1、あ、プラス2シグマを割り込んでバンドウォークが終了。その後1 一旦下げて十字なんですけどここもまあプラス1シグマまでは下げてないんですけどそのちょっと上で下げ止まったとただし上に行くのかと思いきや結局またここでもみもみもみと少しレンジをした後にこの時は少し下げて 25MA ゼロラインを迎えに行く形で下げたというところですねこれが1月の末のまあ大きく下げたところでそこからまたきっちりと反発をゼロラインでできてそこからじり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 と上昇を続けて2月の強い上昇トレンドになってきたというところで で、ここですよね。2月の16日、もうずっと上昇してきて3万円超えた後に、ドーンと上昇して3万700円まで、まあ跳ねた時にプラス3シグマにタッチをしましたと。ただし、まあさすがにそれは維持できず、バンドウォークを維持できず、3日目にプラス2シグマを割り込みましたっていうのが昨日の話でした。で、今日プラス1シグマまであとわずかというところまで下げて、今日プラス1シグマが2万9741円というところ。で、 安値29,847円なので、あと100円というところまで、まあ下げたんですけど、そこで止まって、まあちょっとした十字という形で、終わり値は3万円をなんとかキープして、今ここですね、3万17円で引けていますという形なので、これ見ていただくとわかるんですけど、バンドウォークして終わった、まあこれ上昇トレンドの時って、プラス1シグマで下げ止まって、もう一回上昇するか、レンジになるかっていう、まあ当たり前の動きなんですけれど、いずれも十字線に近い、まあチャートの足になって、 でプラス1シグマで下げ止まってレンジ。プラス1シグマで下げ止まってバンドウォーク。プラス1シグマで下げ止まってレンジ。まあ、こ,こからちょっと下げましたけど。っていうような動きなので、じゃあここですよね。プラスまた2シグマを割って。 でバンドオフが終わって今ここですよという時にこのままズドンとゼロラインまで下げるのか、まあ、少し上に行くのかレンジなのかというところなんですけれど、まあ、この動きを見ていると、まあ、毎回同じ動きになるとはもちろん限らないんですけれどまだ緩やかな上昇トレンドは続いている地合いだと見ることができると思うのでそうするとプラス一シグマで一旦下げ止まって少し上昇するんだけどこの時それからこの時 みたいいいいいにレンジ増場やっぱり上上も重重よとと下はは硬いけど上値は重いというまあ、もうずっとこの冬同じようなこと言ってるんですけど、またその動きに少しなってくるのかなというような予測が成り立つと。まあ、そうするとですね、この3万500円ぐらいまで少し戻すんだけど、結局ここから横,横横横。で、少し横の期間が短い場合は、上がってくるゼロラインを迎えに行って、この時みたいにまた少し押し目があるかもしれない。で、それがない場合は、この12月の時みたいに少し長めのレンジっていう動き。まあいずれに にしても3月のメジャー SQ まではどちらかというとちょっとレンジになって少し落ち着くんじゃないのかなというような動きにまあ今のところ見えますというところでまあちょっとボリンジャーバンドですねこの11月から2月までの動きの中でまた3回目の同じような形になってきてますからちょっとその後の動きですねあまり上に強くドーンと行くとはちょっと思えないっていうところをちょっとイメージをしておくといいのかなと思います はい。それではここからはオプションの手口を見ていきたいと思います。今日は2月の19日。はい。まず海外勢合算ですけれども、ここを見ていただくとわかるんですが、今日は本当に枚数が出ていません。プラスもマイナスも、いずれも2桁、3桁になってないというところで、まあそうするとほとんど合算しても動きが見えてこないというところで、ま,あ、ますますですね、売り買いは交錯していると。ただし、昨日に引き続いてコールの方の枚数は少し減ってきているというのは、 あります。で、その中で、じゃあ今日どこが一番、まあ、厚かったかっていうと、このコール31000っていうところですね。今日の時点で、改ざんが767枚。まあ、今週5日間で、 767枚、まあ、海外勢合算で見ると、買い越されたということなんですが、今日、このまあ、今日は90枚の売り越しということですけれども、個別で、ま、見ていくと、まず、買いの方ですけれど、アムロが414枚買ってます。ただしこのアムロ414枚の買いっていうのは、まあ、この後、アムロのところでも話をしますが、その下は売ってきてるんですね。なので、売りと買いのバランスで31000を400枚買ってきたということですから、特にアムロがコール買いを強めてきたというわけではないです。で、もう一つ、 買ってきたところ、あ,あと2つですね買ってきたところが JP モルガンが179枚 JP モルガンは基本的にコール買いを強めてますあとクレディスイスの201枚というところで、まあ、ちょっとアムロ JP モルガンクレディスイスっていう、まあ、ちょっと 注意しないといけないところが、まあ、コール買いになってるっていうのが、三万一千円というところで、ちょっとここは気をつけて見ておいた方がいいのかな、という価格帯ですね。で一方、じゃあ、売ってきたのはどこかというと、まずゴールドマン。ここが百九十七枚、そしてソシエテが百八十二枚。シティとバークレイズそれぞれ二百枚、そしてボルガン・スタンレーが百六十四枚というところで、まあ、今日は枚数が少ない。百、まあ、枚、二百枚みたいなところで、ポロポロと売ってきてるんですが、まあ、いくつかの。 大口が売りを強めていて、で、アムロと JP モルガンとクレディスイスが買ってきたというようなバランスになってます。で、結局90枚の売りという形であまり方向性が出ていないということですね。で、一方で、プッ ですけれどもえっと、まず、まあ、あまりその、こちらもですね、売り買い工作しているので、縦玉としては方向性出てない価格帯多いんですけれど、全体的な枚数で言うと、やはり今日もコールよりもプットの方が多いので、まあ、プット買いが少しずつ増えてきてるというのは、ここ、今週後半の流れですから、ちょっと注意をした方がいいのかなというところですね。で、個別の価格帯で見ていくと、まず、ATM のプット3万というところが121枚買い乗せされています。ただ、まだ累計は367十七 枚ということなんで、まあ、そんなにプット買いが積まれているというような数にはなっていないそれからもう一つ反対が売りの方ではプット29,000円が265枚というところなので、まあ、これも今日初めてここの価格帯が今週開示されているので、まあ、この4日間どういうトレードされているかがわからないので何とも言えないですが、まあ、一旦29,000円のところに今日265枚売ってきたというところですから、まあ、海外全体としてもプット29,000円とかプット28,500円なんかをドドッと買っているというような とといいうには見えななのかなというところで、まあ、少しずつプット買いは増えているものの、まだ何か急落を察知しての大きなプット買いという流れにはなっていないと。で、ちょっと本当にこの3月切りっていうのは、今週まで経っても、まだこの残高見てもあまり方向性が見えない。 ですよね。海外勢としてももうこの ATM になっているところが今割と枚数が出ていない29,000円からまあ3万円という間ほとんど枚数が出ていないのでこれ何とも言えないというところでまあ合算だけは見ててもちょっと今現月は今のところ方向性がわからないのでまあそうなってくると個別でアムロとかゴールドマンをもうしっかり見ていくしかないかなという形ですねはい次にゴールドマンですけれどもゴールドマン今日はまずコールコール3万1000円で197枚売ってきたとこれは先ほどお話をした通りですね はい、ただ全体で見ると、先ほども見ていただいたように、767枚買われているという、まあ価格帯でもあるので、まあ今日197枚売ってきたことで、ゴールドマンは222枚の累計の売りという形で、まあずっと売りが積まれたままということと、あともう一つ大事なのは、今日もこのコールの3万ところ、まあ今日2枚しか買い戻してないので、ほとんど触ってきていないということで、まあ引き続き1700枚の売りが残っているはず。 というような形ですね。ですから、まあ基本的にゴールドマンはずっと売りを続けていて、まあこの29,500あたりのコール売りをどうしたかっていうのは興味があるところなんですが、まあかなり売りを強めたまんま、引き続き今日もこの3万1000っていうところを売ってきたという形ですね。で 逆にプットの方はほとんど触っていないので、ここは何も形が変わっていない。この3万円より上のプットっていうのは、まあ上に行った時のヘッジとして、今これプット売りを入れてるんですけれど、まあこれ株価が戻っていかない限り、ここ含み損になっちゃうので、まあ、今のところオプションではゴールドマンの形としてはあまり利益になってないっていう感じですかね。この3万円の このコール売りっていうのが、まあ、今日ちょっと下がったところで少し決済するのかなと思ったんですけど、まだまだプレミアム高いですから、ほとんど動かしてこなかったというところで、まあ、引き続きゴールドマンはずっと売り玉を持ってるので、全体的には下になってほしいっていうところで、オプションは見ているというところは見ておくといいと思います。 はい。次にアムロですけれども、アムロは、え、コールもプットも、ま、売ってきているような、まあ、非常に赤が多いんで、枚数的には売りが多いという形なんですけれど、細かく見ていくと、ほとんどが反対売買なんですよね。なので、今日は各格子価格で、まあ、売り決済、もしくは買い戻しというような動きをしてきたのかなと。これはコールもプットも同じですね。半分ぐらいのところがもう、あの、ポジション決済みたいな形になってるというところ。 が、まず一つ注目点かなというところですね。で、コールの方で見ていくと、まずコール3万1000いうところ、昨日274枚買い戻して、今日414枚買い戻してというところで、この2月16日に1000枚売ったところを、まあ、この2日で700枚近く買い戻してきたというところですね。まあ、3日間で800枚ですかね。なので、ま、もうかなり買い戻してきたというところですから、この3万1000で売ってプレミアムを取ってくるってところ、これ早めに利格をしてるんですよね。今日、昨日、今日です。ちょっと下げたところで利格をしてる。これまだまだ下げるぞという いうところであればこれ利確急がなくてもいいかなという気もするので、ちょっと早めにここを利確してきているっていうところはまあ、少し気になる動きかなというふうに見ています。で、あとはですね、三万一千あ三万円から3万一千円の間のコール買い。 っていうところが、まあ、今日200枚近く、ダダダダッと、これ合計1000枚ぐらいですけど、4つ、5つの講師価格帯で、これ、ま、売り決済。まあ、あの、売り乗せしてる部分もありますけど、基本的には売り決済をしてきてるというところなので、コール買いの枚数がぐんと減ったんですよね。この3万から3万1000円のところで。ですので、まあ、ちょっと3万円に引き続き、コール3万円っていうところは今日も51枚買い乗せして、ここは全然売り決済してきていないので、まだこの3万円より上っていうところのコール買いは残してるんですけれど、 その上のコール買いというのを今日ちょっと、まあ、決済をしてきているというところですから、3月切りも非常に、上を見てるなと思っていたところからは、少しコール売りが増えてきて、まあ、気がつけば結構なコール売りの枚数の方が目立ってきているという形で、まあ、引き続き、まだ3万250とか、3万375というところは買いを残しているので、まだそんなに一気に決済してきてるわけではないんですけれど、まあ、ちょっとこの辺ですよね。3万500より上のところなんていうのは、今日200枚ずつぐらいだら だだっと買いを決済してきてるっていうところなので、少し上のところを見る力っていうのを、まあ期待値が下がってきたのかなという気がしています。で、プットの方も、まあ基本的には買い戻しだったり、売り決済だったりっていうところが中心ですけれども、まあ一つ目立つのは、このたくさん売ってきたプット二万九千五百っていうところ、今日四百五十二枚売り決済をしてきたというとこですよね。で、まあやっぱり三万円ぶち抜いて、二万九千八百円ぐらいにドーンと下げた時に、まあやっぱりこの辺のプレミアムは上がってるので、この二日前千円 1 900枚ぐらい買ってきた、え、プットに対して今日450枚、まあ利益確定をしたというところなので、まあこの辺の動きはさすがなんじゃないかなと。 いうところと、まあ、あとはこのプット29,750。ここ今日202枚売り乗せをしてるんですよね。で、まあ、29,800円ぐらいまで株価が急落したところでおそらくこれプレミアムを取ってきてるとすれば、そっから株価今反転して3万先物で150円とかぐらいまで戻してるので、このプット売りってのもま、あドンピシャなんですよね。なので、ま、あこのプットの まあまあ、ちょっと枚数少ないなっていう気もするんですけど、もっと、プット買いの利益確定してくるかなと思ったんですが、まあ452枚の利益確定と、このギリギリのところ202枚売り乗せしてきたという動きは、まあうまいなという感じなので、そうすると、やっぱりこの3万円というところ、まあ、ここ見ていただくとわかるように、先ほども話をしたコール買い1000枚と、まあ今日243枚、まあ戻したんですけど、1100枚の、これはプット売りですから、プット売りのコール買いという形で、これはどちらも上方向のまあポジション 2、3万円のところを。 取ってるというところですからアムロとしてはこの3万より下がらないっていうところは非常に大きなまあ底値ラインとして見ていてなのでちょっとオーバーシュートしたところでしっかり取って、まあ、また株価が3万円を超えてきたというところなので、まあ、その動きとしては今狙い通りなのかなとただ思ったほどコール買いっていうのを残していないということもあって3万円から上ですねそんなに追っていかないんじゃないか先ほどボリンジャーバンドのところで一旦プラス1シグマで反転して少し戻すけどレンジになるんじゃないの って話をしたんですけれど、まあまさに今アムロの手口ってのはそんな感じになってきたのかなという気がしています。はい、最後は先物です。今日は日経平均がマイナス0.72％、それからトピックスがマイナス0.67％というところで、まあどちらも同じぐらいの下げ幅ということですが、先物はかなり明暗が分かれています。まず日経平均の方、ラージプラスミニは2116枚の売り越しです。ただトピックス先物の,の方は 1> 1, で、すののででで差しし引きで全体で500枚の売り越しという形になってますでまず今週として見ていただきたいのは、基本的に、まあ、先物3月切りだけですけれど、海外勢の合算っていうのは、もうこれ明らかに5日間で売り越しです。枚数的には7000枚の売りなので、全、まあ、ラージプラスミニだけで言うと、5日間連続で売りですから、まあ、株価上昇してたところも週明けなんてありましたから、まあ、それから見ると、先物は売られてるね、 というところなのでまあ、海外勢今週の動きとしてはそんなに原作合わせてももう買い越してきてないむしろ売り越してきてるんじゃないかなというようなまあ、結果が見えているのでまあ、やっぱり少し上値は重くなってきているのは当然だしここから少しまた3万1000円に向けてぐいぐい上昇していくかっていうとまあ、そんな先物のの動きには見えないということですねそれからもう一つ個別で言うと連日見ているゴールドマンの動きですけれど今日ラージプラスミニでは1371万円の売り越しに転じ してるんですが合算すると216枚つまりトピックス先物を1587枚買いしてますですから結局合算するとわずかなプラスというところでまあ、トピックス先物を相変わらず買ってきてるという動きではあるんですが今日はさすがにその枚数が一桁、まあ、本当にわずかになりましたからほとんど買ってこないという動きになってますつまりゴールドマンのずっとトピックスとまあラージプラスミニのま先物買いという流れがようやく一旦止まったというところなんですねなので週明け以降 買い越しが止まるもしくは買ってきたものをゴールドマンが逆に土点で売ってくるみたいな動きになると、まあ、少しまた下方向に行くということも考えられるので、そこはちょっと注意してみておきたいなというところと、あとはやっぱり JP モルガンですね、ずっと先物売ってきている動きになってきてますが、今日もトピックス込みで3100枚、ラージプラスミニで1400枚という形で、結構 高な枚数を売ってきてるというところなのでまあ、ちょっと JP モルガンがずっと買い越しから売り越しに転じているというところなのでここも一つまあ、値幅が買ってくる方売ってくる方に動きが出やすいのでちょっと週明け引き続き JP モルガンが売ってきた場合ですねゴールドマンと合わせて売ってきた場合のはちょっと下落の方向に注意しないといけないかなという気がしますはいということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンをそして毎日こんな感じでオプション戦略を 中心とした日経平均の考察をしていますですのでよろしければチャンネル登録の方もお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね